めちゃくちゃ暑い。濡れたかっけん。早く過ぎだった。一回も寝て起きてないの？うん、まあ、何回かは起きたけど、まあ、爆睡。フェイトは？めっちゃ悪夢にうなされてる。悪夢10回ぐらい起きたかもしんない。じゃあ寝不足？いや寝れたけど、なんだろう、めっちゃ起きた。とりあえず虫の夢？虫の夢も見た。あと崖から落ちそうな夢も見た。ベッドから落ちそうだったから。やっぱり不安に思ってることの夢って見るんだね。相当不安だったんだ。私コットとかだったら不安かもしれない。いつもあんなもうちょっと大きいとこで寝てるじゃん、やっぱり。うん、不安だった。これ低くしたらどうなんだろうね。それでも、いや、その方がいいと思う。だよね。でもそしたら虫近いしょ。だから高くしたんだよ、昨日。ちょっといっか。暑い、うん、めっちゃ蒸してる。暑い暑い。寝不足だ。かわいそうにキュート。うわぁ、あ、気持ちいい。うわぁ、お、うわぁ、あの奥？うん、うわぁ、めっちゃ気持ちいい。やば、なんかサウナの水風呂みたい。めっちゃ気持ちいいんだけどね。え、あの多分ね、気温今めっちゃ低いじゃん、きっと何度だろう、17度とかなのかな。気持ちいい。ケイトがさ、前に動画で言ってたさ、秋ぐらいの季節がなんかすごい心地いいって言ってたじゃん。お風呂上がりとか窓開けたら風が入ってきて、冷たい風で。時期じゃないの、この時期。一瞬で終わんね。悲しいことに。でも一瞬で終わるからいいんだよ、お母さんには。人いないね。4組だね、今日。我が家はあっち。閉め、開けたり閉めたりしてもね、もうここが閉まらないの。チャックが多分、うん、バカになって。修理出そう。キーツついてるやついる。乾いてきてるわ。なんか今拭いたらいけそうね。わーって、わ、こっちすげえな。雨で洗えると思ったら作戦失敗やな。うん、あ、でも乾きそう、拭いたら。沸かそうと張り切りましたが、なんと玄米茶1個しかなかった。え、コーヒーゼロだったの？なんか なかった。え、ケイトのカバンは？カバンにこの玄米茶1個しかなかった。なんかコーヒー持ってくるのを忘れた時用にリュックに常備してんだよね、いつも。非常用みたいな感じで、うん、多分前回も前々回もその非常用使ったんだよね。非常がもうなくなっちゃった。そう、
二人で渋く玄米茶飲みます。この後のお出汁用もちょっとやるか。ケン、うん、話を知らずしてやっか。鼻の頭面長できてるよ。一晩開けて。嬉しそうだな、あんた。それもっとでかくなんだよ。やばいじゃん、オペ必要じゃん。オペしたら絶対ダメだよ。あと残っちゃう。鼻の頭にどでかいニキビできてしまいました。皆さん、ふもとっぱらまであと1週間。赤富士。探してるな、なんか。おいで。どういった？何探してる？木の実か？冬自宅か？いなくなった。来た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 。あ、あそこに乗った。おいで、水。ああ、気分がいいね、動物。めっちゃ気持ちくない？気持ちいい。秋キャンプ。空気綺麗だ。しかも静か。辻利玄米茶。冬に飲んだな、それ。どっかで。飲んだかも。コーヒーなくてさ。でも、結構玄米茶って好き。そうそう、そっからハマったんだよね。玄米茶超うめえってなって。静岡ってお茶だっけ？お茶だ。なんか、いいお茶飲みたくない？飲みたい。行ったら、富士山を見ながら。いいね。いいね。恨んでる。あ、分かった分かった。それで剣のことが嫌いだった。親だ。揃ってる、めっちゃ揃ってる。 あんたも落としてるよ。落とした後に砂ぼこり掘らなかったから朝まで砂ついてた。いや、掘ったんだけどね、昨日ね。剣飲みなさい、おっちゃん。いいよ、ペタの剣飲みなさい。俺ちょっとあれ取ってくる。何？さっき飲んでていい？剣と喋ってたら、ついつい鼻のおできに目合う。今日帰り買って帰ろう、札ドラ行って。ああ、ビフナイト。ビフナイトってまだあんのかな。うちらがさ、中学生ぐらいの時にさ、めっちゃ CM 流行ってたよね。もう名前変わっちゃった。今その CM 見ないな。カゴメ、カゴメ。え、そんな感じだった？違う。いや、想像もつかない。カゴメ、カゴメって。うん。え、知らない。早く飲んだら。カゴメ飲んでいいよっけ。調べるから。カゴメジュースの CM ってあったっけ。いや、あるよね。あるから買うんだもんね。これね、食塩が無添加になってる。好きだね。無添加品質、高めの血圧を下げる。ほら、すげえ。俺もでも、うん、思い出した。いいメロディーだ。うん、かごめかごめ。そんなビブラートかかってなかったよっけ。こういうゲームやりたくない？今度バッてメーカーな名前出てすぐ言えるか、2人でね。ああいいよ。おお、
と今日もねサウナ入って帰れればよかったんだけどね。今日はちょっと時間がなくてまたもやね。最近なんかギリギリのところでキャンプ来てるよね。ね今日のキャンプも結構ぶりじゃない？閉まりないぶり、閉まりない子ぶりだから2週間、3週間ぐらい。あれ9月上旬そうだね。あ、でもその後斉藤さんちとキャンプしたわ。 あ、そっか、そうだった。なんか久々に感じるけど、うん、ね、今日はだからあれなんだよね、10時ぐらいにはチェックアウトしなきゃいけないから、うん、うちらにしては今めちゃくちゃ順調なスケジュールで動いてんだよね、うん、早い、早め早めの。これはもしやもう一発入れるかもしれない。ささっと露天風呂だけ入って帰るいいね。ほんとここさ、法規格なのにさ、うん、動物もいっぱいいるしさ、緑も多いしさ、最高だよね、うん。虫も結構多いんだけどね。虫が多いから鳥も来るのかね。虫に感謝やな、うん、虫に感謝やなって言いながらここに来た虫、私思いっきりなんかパスってやったんだけどやば、矛盾してる言動、感謝してないめっちゃ言動が矛盾。ご飯炊くか、うん。 When we wake hear the birds。 月曜日でどうするまで、はい、今日のご飯は何でしょう。今日は鯛だし、だし茶漬け。鯛だし茶漬け、鯛だし茶漬け。ちょっと鯛切っちゃおう。鯛切ろうか。鯛、友達がさ、アニサキスそれ以降白身魚を見ると不安になる。青魚じゃないの、どっちかっていうとサンマとか。そうだね、マジでかわいそうだったよね。本当にかわいそうだった。うちらと同じもの食べたのにさ、その子だけさアニサキスになって。めっちゃ電話したよね、胃カメラできる病院。俺らが探し回った、うん、すぐ見つかってよかった。あ、沸騰してるから。弱火、沸騰したら弱火にして15分。はい、弱火にしてます。はい、こっから15分。結構豪華だね。このサイズしかなかったんだよね。こうだよね。あ、もうお刺身みたいな感じだよ。にしてみた。やっぱり今から味付けるからさ、もうがよくない。どうするけど、刺身でも1枚食べる。どうぞ。ノンアルコールビールないよね。ないよあんた今8時だよ。え、タイはいないんだよね、アニちゃん。タイはいないんだよ。なんか食ってる。あたま食ったろ、つまみ食い。端食ったの、ここ。うん、醤油もつけずに食べたのがあったの。でも最後なんで本気出すの、つまみ食いなのに。うん、うまい。甘っ。めちゃくちゃうめえ。このタイをあごだし、ごま醤油、練りごま入り、これにつけて、ごまサバならぬごま大みたいにします。タイ茶漬けさ、食べたじゃん、福岡で。うん、タイのごま、タイみたいな感じじゃん。だった。ね、うん、それじゃん、それの再現じゃん。そう。なんだっけ、あそこのお店。福井さんが好きなやつ。この、これだとちょっとなんか、ごまがもうちょっと欲しいなと思ったので、すりごまを出します。吉田？吉田だ。割烹吉田。では入れましたよ。めっちゃうまそう。めちゃくちゃうまそう。え、天才じゃない？天才。え、一枚食べていいんだろ。ケン食べなさい。食べてみ、ケント食べてみ。え、つまみ食い選手権第1位じゃない、あなた。うん、うん、私つまみ食いでお腹いっぱいになるもん、いつも。うまっ。ケンはね、まだ食べない方がいい。いや、なんでよ。楽しみにしてた方がいい。ちょっと俺食べたいんだけど。めちゃくちゃごまに合うね。うまっ響いためっちゃ響いた。めちゃくちゃうまいじゃん。本当はあのみりんとか酒とかでもこのごまだれは作れるけど、うん、ちょっとキャンプだからこれにしました。あ、焦げてんね、なんか焦げてるね。ちょっとシマノがすごすぎて野菜が完全に凍ってしまい、それで溶けたため三つ葉がふにゃふにゃになってしまいました。ケン、三つ葉ふにゃふにゃや。
マジ凍っちゃった。これはもう盛り付け師としてやってはいけない失敗です。ふにゃふにゃ。本当だ。これはちょっとただのだしを、あごだしだったらよかったんだけど、あごだしのこういう小分けのやつがちょっと見当たらなくて、時間ないから顆粒にしたんだよね。いいじゃない。完成。じゃあご飯盛り付けます。ふにオープン。うわぁ、いいんじゃない。端っこ怪しい。端っこが茶色っぽいんだけど、あ、え、あ、え、あ、いいじゃん。え、程よいおこげじゃん。え、やばい。え、やばい。これだけでいける。これだけでいける。これをやばいしょ、やばいしょ。おこげの量がいい感じ。待って、やばい。こちらにですね、本当は違う順番にしたかったんですけど、三つ葉が水分で死んじゃったので先に三つ葉を置く作戦に行ってます。本当は違うんだよ。おひたしみたいになってる。こちらにどうなった。お、すげえ。めっちゃ漬けられてる。待って、やば。待って、めっちゃ、しかも綺麗、一発でいった。え、これケイトが編み出した料理だよね。まあ一応あると思うけどね、こんなのは。すげえ、天才だ。え、待って、これやばい、歴史に残るかもしれない。やばいね、うん、次の居酒屋系これだな。ここに忘れちゃいけない B わさです。 B わさ、乗せて。素晴らしい、完成ですね。このまま食べたい人いる？あ、ここに出汁かけるんだけど、半分このまま食べて半分はお出汁で。そうしますか。はい、名付けてごま漬け大のわさび茶漬け。半分はカツオ出汁で。金先に食べなさい。じゃあ先に食べちゃうよ、うん、いや、ケイトマジで天才だ。料亭に来たみたいだな、なんか。料亭なのよ。いただきます。これはうまいでしょ、これ。ちょっとだけわさびつけてよ。うまそう。もうすでにやべえ。え、これ家でも作りたいね。ね、いただきます。料亭、料亭、待って、やばいよこれ。おいしい。1300円。1300円の味。うま、高級料亭だ。うますぎ。いただきます。うますぎ。結構しょっぱいかなって思ったけどさ、ぴったしじゃない、この味付けの濃さ。なんかご飯も美味しくない？うん、まあ、うん、おこげ、うん、確かにケイトが言うようにわさびがめちゃくちゃいいアクセント。これマジでやってほしいかも。めっちゃうまい。これさ、タイをさ漬ける前にちょっと炙ってから漬けたらどういう未来が待ってたんだろう。今炙ってもいいんじゃないの？いや、もう海苔とかついちゃってるから。ああ、そういうことね、うん、あ、そうか、漬けた後に漬けたタイ単体で炙ってもいいのか。うんうん、へえ、うめえ。やばい、これ出汁行く前に食べちゃいそう。ちょっともう出汁行こうよ。これ温めた方がいい？一回。うん、そうね。綺麗に半分残したね。この前居酒屋OKのイベントやって土鍋ご飯っていうのやったね。うん、いや、その土鍋ご飯も すごいのよ。旬サンマとイクラの土鍋ご飯だったんだけど、その時点でやばいじゃん。めっちゃ豪華だったよね。で、イクラが半端ない量乗っかってて、で、まあそれが乗っかってるから普通にそのままでもうまいじゃん、もちろん、うん、それを半分取っといてお茶漬けにして食べてくださいっていうので、こういう感じで出汁も作ってたんだよね、うん、で、半分残してくださいねっていう説明を最初にして提供したんだけど、全部食べちゃうね、方がね、結構いてね、複数名いらっしゃる。皆さん聞いてましたとか言って。あれ面白かったね。全部食べちゃった人は最後出汁だけ飲んでたんだ。そうっていうことが第1回目で起きました。なので絶対に全部食べないでねっていう説明をしたにもかかわらず、それでも食べちゃう人もいて。出汁だけで飲んでたね。なんで食べちゃうんですかとかって。いや、面白かったな。めっちゃ面白かった。居酒屋OK最高。なんかメニューをさ
10分ぐらいあるじゃん。出す前に一言そのメニューに対する思いを語るんだよね。熱すぎてこいつら気持ち悪いなって思われなかったかが心配だけど、 あとは話やっぱ長くなっちゃって、うん、私話長いですかみたいなこともあって、乾杯まで15分ぐらいかかって、みんなの泡がなくなるって結婚式の挨拶長い人みたいないるいるそういう感じだったかなはい、できましたよ、はい、食べかけでちょっと申し訳ないですけど、カツオだし、タイが若干ふやけてる、天才だ、エンターテイナーだなエンターテイナーケイト、いかがでしょうか、二度お楽しみくださいませ。なんか私ジンみたいじゃない、モノマネしてみて、シェリーいいとこついてるような気がするジンっていうのはあの名探偵コナンに出てきます黒の組織、簡単しないっけ、隠れてるだけなんじゃん、こうやって片目しか見えてないイメージ。いただきます。 やばっ、マジやばい、え、想像超えた、何に驚いた今、俺タイ、え、まだタイ食べてないんだけど、タイ食べてないえ、もう汁とご飯だけで今の感動だった、タイが甘いしほろほろ、すげえうますぎ、え、めっちゃうまい、世界一の朝飯、朝飯、朝飯世界一の朝飯の誕生かもしれない、ビルズかこれかぐらいうちらさ、うん、夜ご飯より朝ご飯の方が凝ってるっておかしいよね、確かに夜結構適当、焼くだけじゃん、うん、大体ちょっとすごいぞマジで、料理本出せる褒めるね、いやもうこれ褒めない人いないと思うよ、これうまっすぎ、のんびりして時間、うん、もうあと15分、本当だ、てか過ぎてんじゃん、なんならちょっと、え、過ぎてる、やばい、何時に出る予定だったっけ、あれ結構やばくない、10時だよね、うん、今10時20分だよ、やばい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 露天風呂入れない、15分で片付けます、はい、ケイトさん持ってこれる、あ、いいじゃん、ちょうど良さそうじゃん、めっちゃちょうどいいじゃん、うん、え、すごいじゃん、よし、いいね、バッチリ、なんと10時20分までお茶漬け食べてたのに、うん、今まだ10時38分、すごくない ?18分、素晴らしいよし、露天風呂入りに行こう、キャンプかける温泉が人生で一番好きかもしれないめちゃくちゃいい、キャンプかける温泉ハマった、ケン露天風呂入ったの、水風呂も入っちゃった、サウナは入ってないけど水風呂入って露天行って涼んでたそんな時間なかったでしょ、20分しかなかったのに、いや俺ケイトのこと10分ぐらい回ってたからね露天入った、あれで入ってんじゃんゆったり入った女性で20分で出てくるってすごいか、いやありえないでしょ
はけいと早すぎなんだよ。いや多分なんか鬼の形相だったと思う。隣にいたおばちゃんとか多分何この人って感じの勢いで洗ってたと思う。でもね、アルテンは3日間入り放題だからね。600円で3日間入り放題だよ。元は取ったんじゃない？取ったよ。素晴らしい。はぁ、気持ちいい。アイス買いたい。アイス食うか。どこだ？くるくる回ってる。これじゃない？違うわ。え、どこ？あ、あれだ、2階だ。ストロベリーカフェルアナ。なんで今日こんなに暑いんだろう。夏じゃん。めっちゃ美味しそうなんだけど。めっちゃお腹空いた。人気なのはどれですか？サンドですかね。生クリームとか、あとあんこも美味しい。へえ。カフェモカ、なんかカフェみたいなカフェモカ来た。めちゃくちゃおしゃれ。めちゃめちゃ人気のストロベリークロッフル。待って。焼きたてのクロッフル入ってんだけど。すげえ。これ本格的。めっちゃうまそうじゃん。食べてみる。いや普通にパスタ食べたかった。パスタもめっちゃ美味しそうだったよ ね。時間がないので諦めです。いただきます。うん、うわすごい。めっちゃサクサク。音聞こえた今。うわすげえ、めっちゃうまそう。うん、クロワッサンめちゃくちゃ美味しい。クロワッサン食べたい。めっちゃ美味しい。うまっ。パフェだね。クロッフルうまっ。もっちもち。あ、こっちにもあるじゃん。よかった。じゃあこれ食べていい？うん。うん。結構甘いけど、うまいよ。めちゃくちゃ美味しい。うん、うまそう。パンケーキもあったし、パスタもあったから、Google の評価 4.5 ぐらいあったんだよね。そんな高いんだ。すごい。北郷のストロベリーカフェ。ルアナ。ルアナ。なんかハワイっぽい感じだった。うん。そんなこんなで、今日はちょっと、タイトなスケジュールの中、どうしても楽園に行きたくて行ってまいりました。やっぱり楽園でした。最高だったね。最高だった。これからどんどん寒くなるから温泉が気持ちよくなるのよ。北海道温泉のベストシーズンに突入。突入。あれ悪魔は大丈夫だったの？寝不足。もう忘れてた。そういえば寝れなかったんだ今日。かわいそう。まあでも意外とアリンコとかは気にならなかったな。これは一歩成長した。なんかアリが登ってくるだけでも絶対無理って思ってたけど慣れた。関東はまだ虫いるもんね。あ、でも一応コットは持ってくよね。そうだね。あ、あいつらケンのこともう嫌いだからこっち向いてる。え、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。もう怒ってる怒ってる。めっちゃ怒ってんな。